皆さんこんにちは。立浪和義監督の退任表明により中日の次期監督に関する報道が加熱しています。ミスタードラゴンズは切り札とも言われ満を持して就任しましたが、課題の打線テコ入れを果たせず就任3年目にしてユニフォームを脱ぐことになりました。チームは10月6日の DeNA 戦でシーズン最終戦を迎えます。本拠地バンテリンドームでは最終戦セレモニーが行われる予定となっており、その場で新監督の発表もあるかと注目されています。この動画では現在上がっている候補者そして考えられる可能性について見ていきたいと思います。まずは内部昇格から。10月6日のシーズン最終戦に間に合わせたい旨が球団幹部のコメントで出ており、これが最もベターなシナリオと言えます。筆頭は井上和樹2軍監督。1軍の監督経験こそないものの、今季は2軍監督としてファームを優勝争いに導いています。阪神でヘッドコーチを務めるなど指導者経験は豊富で、確かに筆頭候補にふさわしいです。本人の言う用の木をトップチームにも注入してほしいのもあります。井上和樹2軍監督がウエスタンリーグオリックス戦前に取材に対応しました。球団から連絡がないことを明かし、国会議員はよく使うけどノーコメントって感じ。立浪監督が退任するのは非常に残念。もうちょっと力になれなかったのかなという責任は俺も感じている。でもその候補に上がっていることに関しては今の俺の口からは何も言えませんよという話と強調。2軍はソフトバンクと優勝争い中で、そういったことは今考えないようにするし考えたいとも思わないと念を押しました。ネット上では井上監督で良いと思います。立浪監督がやろうとしていたことも理解しているはずだし、今いる選手のことも理解しているはずなので、井上さんやは若手選手の発掘や長所を伸ばして育成する手腕には長けていると思う。だけど勝利という結果を求められる一軍ではどうか、これは中日球団全体の考え方次第。この先2点3年は優勝できずとも A クラスに入れる戦力を整え、その先にその戦力で優勝できる指揮官にと長期にわたる戦略が立てられるかどうか。監督によって野球や戦術が変わるチームは強くなれないと思うといった声が上がっています。有力候補ですが、懸念点は一軍の監督経験がないこと、そして現役時代から兄貴分として慕う立浪監督の後を引き継げるのかは気になるところです。同じく和田和弘打撃コーチも監督経験はありませんが、格としては井上二軍監督を上回ります。現役時代は FA で中日に加入しリーグ MVP を獲得した実力者。昨季よりコーチとして復帰すると細川誠也選手の才能開花に一役買っています。長年の懸案である打線強化を引き続き進めていくにはうってつけの人物です。チームの準地元岐阜県出身というのも見逃せません。在野から引っ張るなら監督強言者から選ぶのが良いと思われます。まず考えられるのは矢野明宏氏。現役時代は阪神の印象が強いですが、もともとは中日で7年プレー、捕手と外野手の準レギュラーで活躍しました。その後阪神の監督を務めるまで実績を積みましたが、2022年限りで監督を退任。若手育成に定評があり、昨季の阪神日本一の際に再評価されていました。気になるのは今季に入って中日の OB 戦に参戦したり、中日戦の中継解説を幾度も務めていること。確実に古巣との距離が縮まっています。今のチームは伸び盛りの若手が多いです。立浪監督が取り組んでいた若手中心のチーム作りをさらに推し進められるのではないでしょうか。辻初彦氏も西武の出方次第では考えられるかもしれません。選手としてはプレー経験がないものの、指導者としては2期8年にわたり中日に在籍、チームや名古屋の文化は熟知しています。西武の監督時代はリーグ連覇を果たし実績は抜群。今年で65歳とやや高齢ではありますが、厳しさを持ちつつ選手に寄り添う姿勢は今時の選手の気質に合うのは実証済み。所沢での再登板がないのならぜひアタックしてもらいたいですね。立浪和義という切り札が無残な結果に終わった中、後任は少なからず影響を受けてしまいます。ただ影響をあまり受けなさそうな選択肢もありえます。ズバリ外国人監督です。球団 OB だと与田政権でコーチを務めたアロンゾ・パウエル氏が浮かびますが、指導者としては目立った成果を残せぬまま帰国、監督として戻ってくるのはいささか現実的ではないかもしれません。
他に近年 NPB で監督を務めた人物だとアレックス・ラミレス氏がいますが、こちらはカリビアンシリーズに挑む日本チームジャパンブリーズの監督に就任したため、球団との縁が薄い点を考慮しても翔平は考えにくいです。 MLB の名監督を呼ぶ案も考えられますが、果たして今の中日に何十億円規模の資金を用意できるかは疑問です。ならば日本では無名でもマイナーで成果を出している監督の方が固定観念もなく目標に向けて邁進できるのかもしれません。かつてのトレイ・ヒルマン氏のような例もあります。本音を言えば球団フロントスカウティング部門を含めた抜本的な改革を行った上で監督を選定すべきと思いますが、おそらくそこまでの時間的猶予はありません。現状は井上監督、矢野ヘッドコーチのタッグ結成がベターでしょうか。急ピッチで監督選定作業が進む中、22日放送の情報番組サンデーモーニング内の発言も大きく話題を集めました。同番組のスポーツコーナーには愛知出身の牧原博美氏がご意見番として出演。牧原氏が立浪監督の退任について、一緒にやってきた世代なので寂しいですけれど、お客さんは今年すごく入っていたし、いいスタートも切れたんですよ。結果的に低迷しましたけれど、お疲れ様というところですね、とねぎらいました。様々な公認候補が取り沙汰される中、ファンの間ではドリームプランとして同じく愛知出身のイチロー氏に期待する声も上がります。日米通算4367安打の金字塔を打ち立てたレジェンドも23日には高校野球女子選抜と試合を行うなど、最近は高校野球含め野球の魅力を多角的に伝える取り組みにも熱心とあって、低迷するチームの救世主として登場を願う声があります。ただいずれにせよ直近10年で A クラス一度と長く低迷するチームには課題の徹底掘り起こしも求められています。この難局を救う指揮官は誰となるのでしょうか。そんな中、急遽中日球団は新監督として工藤公康氏になることを発表。緊急会見を開き、そこで工藤監督は、腐った中日を僕の手によって再起させたいと思います、来季からよろしくお願いします、とコメントし工藤監督に決定しました。工藤氏といえばソフトバンク監督時代に在任7年で3度のリーグ制覇、5度の日本一に輝くなど勝利の鬼として知られています。緻密なデータ分析から導き出される巧みな選手起用にも定評があり、長く低迷するチームの最適解を見出してくれる存在として期待が高まっています。ネット上でも中日ファンから工藤さんにドラゴンズ改革をしてもらいたい、工藤監督お願いしますと期待の声が上がっています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。